いつもシルバの飼い犬かっての。今年もエーペックスゲームの幕開けを祝い、デュアルドシルバが送るチームデスマッチの大会戦。行っちゃったね、リリスちゃんとゼノ様。ああ大変だったけど結構楽しかったな。今でも信じられないな、リリスちゃんがトリオン兵だなんて。あんなに優しくて可愛くて。それでもゼノと出会ったのは幸運だった。うん、面白いやつだったなゼノ様。鼻につくところもあったけど根っこはとてもいいやつだった。もしギーブさんも最初にゼノ様と出会えていたら、もしかしたらあんなに悲しい結末にはならなかったのかもしれないな。そろそろ次の星に到着した頃かも。トリオン兵と人間、この先もいろいろあるかもしれないけど、幸せに暮らしてほしい。ひょっとしたらいつの日か2人が向かった惑星国家にボーダーの遠征部隊が行くことになるかもしれないぞ。こりゃ遠征部隊を目指す目的がまた一つ増えたな。うん、よし、遠征部隊に選抜されるためにも一刻も早い A 級への昇級を目指して次からのランク戦頑張ろう。あ、合宿の成果を存分に披露しようぜ隊長。あ、私たち合宿してたんだったね。うん。大規模侵攻の後捕虜となっていたヒュースが本部基地へと連行される。木戸司令たちボーダー上層部の狙いとは。次回ワールドトリガーアフトクラトルの捕虜にトリガーオン。80年代の洋楽ヒット曲が集結、 CD5 枚組スマッシュヒッツインエイティーズ全82曲。あの熱い時代を彩った洋楽名曲の数々が集結しました。世界のメジャーレコード会社協賛による音楽のある風景特別企画です。それでは収録楽曲をご紹介しましょう。税込み3660円の3回払い、一括では1万980円でのご提供です。お申し込みはご覧のフリーダイヤルまたはインターネットにて24時間受け付けています。それでは皆様からのお申し込みを心よりお待ちいたしております。死神代行黒崎一護、世界崩壊を狙うガンリー、そして全ての鍵を握る一人の少女イチゴ。世界崩壊まで1時間、イチゴは世界そして少女を守りきることができるのか。お前を倒してゼンナを助け出す。劇場版ブリーチメモリーズオブノーバディ3月4日午前11時菅谷藤四郎無恩の疑いにより処刑せよ。劇場版ブリーチ第2弾がアニマックスに登場。謎の仮面の男によって奪われた秘宝オーイング、姿をくらませた室谷藤四郎、全ての死神を巻き込んだ戦いが今始まる。氷輪丸、劇場版ブリーチダイヤモンドダストリベリオンもう一つの氷輪丸、3月4日昼12時45分。2月のキッズステーションは
トップアイドルを目指す少女たちの物語がキッズステーションに笑顔を届けるアイカツ特集。あえパワフルな5歳児野原しんのすけがキッズステーションに嵐を呼ぶ映画クレヨンしんちゃん5作品。詳しくはキッズステーションで検索。世界からの侵略者ネイバーと海峡防衛機関ボーダーが激しい衝突を繰り返す帝市。ボーダー所属の三雲治は自らをネイバーと名乗る謎の少年久我雄馬と出会う。二人は天取千佳とボーダー玉駒支部でチームを結成、 B 級上位チームとの戦いに向けて静かしで合宿を決行する。そんな三人の前に男性国家エルガテスから逃亡してきたというゼノとリリス、そして二人を追う刺客ギーブとカロンが現れた。必要に迫るギーブとカロンは決死の最終作戦に打って出るが、ユーマたちは苦戦を強いられながらもゼノと協力し彼らを退けることに成功する。別の星へと旅立つゼノとリリスに別れを告げ、ユーマ、オサム、チカは帝市に帰還したのだった。